皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。10月12日、木曜日もウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンニャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンニャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンニャス速報、開幕は 1339.73。米 CPI は、今夜発表の中、注意がまた出撃して終了。では、記事の突っ込みを読むわよ。韓国証券市場、必死の介入で、なんとかウォンザム出撃からは、逃れた肝心だが、注意の出撃阻止には至らない。つまり、1340以下に上げるのが難しい。実際、米国の消費者物価指数が発表されるので、注目しておく必要がある。その前に、米生産者物価指数が気になってるだろう。早速見ておこう。9月の米生産者物価指数 PPI は、市場予想を上回る伸びとなった。エネルギーコストの上昇が影響し、持続的なインフレ率低下への、道筋が引き続き不安定になっている。キーポイント、9月の PPI は、前月比 0.5% 上昇マイナス3ヶ月連続で、上昇ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は 0.3% 上昇、8月は 0.7% 上昇、前年同月比では 2.2% 上昇、市場予想は 1.6% 上昇。ガソリンのコストは前月比 5.4% 上昇した。食品とエネルギーを除くコア PPI は前月比 0.3% 上昇、市場予想 0.2% 上昇。前年同月比では 2.7% 上昇、予想 2.3% 上昇した。予想はしていたが、やはり生産者物価指数は上昇しているか。つまり、生産者の物価が上がれば、物の値段が上がる。インフレということだ。これは CPI も期待できそうにないな。やはり、年内に利上げがあるんじゃないか。次に日経平均を見ていこう。日経平均は 32,494円66銭、プラス558円15銭。トピックスは 2342.49、プラス 46.35 ポイント。これは、米長期金利が低下したことで、関連輸出銘柄に追い風ということらしい。しかし、一気に今週で1000円ぐらい上がってるじゃないか。すごいな。さて、次は注目のウォン動向である。開幕は 1339.73。それではチャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。開幕は1339、ここから、ウォンは1340突破して下げていくが、歓迎法で押し返す。ドーン。これで1338ウォンまで上昇。しかし、ヘッジファンドはすぐさま反撃。一気にウォン売りである。なんと、11時半には1343ウォンまで下げている。だが、歓銀だって負けていない。ここで歓銀法で応戦だ。ドーン。12時頃には1341ウォン。だが、歓銀法の勝者は続き、まだまだウォンは上昇中だ。これは1340防衛成功するのか。結果は 1338.5。0、2ウォン高。なんとか、1340防衛に成功と。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2023年10月12日の韓国証券市場、コスダック指数 18.37 ポイント、上昇 835.49、終わり値。総合株価指数 29.74 ポイント、上昇 2479.82、終わり値。ウォン乗り相場 0.2 ウォン高 1338.5、終わり値。投資主体別売買動向、個人が1923億で売り、外国人が618億で売り、機関が2623億で買い、個人と外国人が売り、機関が買い。
最近、ずっとこのパターンだが、外国人に見向きもされてないな。韓国債と社債の利回り。国庫債券1年 3.704-0.009。国庫債券3年 3.932-0.021。国庫債券5年 4.004-0.035。国庫債券10年 4.101-0.041。会社債 AA。無保証3年 4.719-0.016。会社債 BBB。無保証3年 11.118-0.018。CD91 日 3.8200。CP91 日 4.090+0.010。国民住宅一種5年 4.338-0.038。金利は下がっているが、まだまだ安全とも言えない。しかも、CP はどんどん上がってるからな。ドル円。朝の7時は 149.116。それから少し下げるが、今回は、ほとんど値動きが狭い。CPI 前で様子見なんだろう。17時半頃には 149.121 となっている。気になるニュース。これは、こちらも気になった。ハマスの奇襲攻撃は北朝鮮でも、簡単に韓国へ侵入できることが分かったからだ。韓国の首都、ソウルは、北朝鮮からすれば、ロケット弾が届く距離。やるなら、すぐに、火の海にされる。では、引用しよう。ソウル桜井敏夫、イスラエルへのイスラム原理主義組織ハマスの、奇襲攻撃を受け、韓国が危機感を募らせている。北朝鮮は、韓国への同種の奇襲攻撃に向けて、軍備を増強。ロシアのウクライナ侵略や、今回のイスラエルへの攻撃に、米国の関心が傾く中、北朝鮮がソウルを攻撃すれば、はるかに甚大な被害が予想されるからだ。奇襲の兆候を見逃す恐れがあるとして、北朝鮮への偵察活動を制限する南北軍事合意の効力停止を求める声も上がっている。北朝鮮が大量のロケット砲やミサイルを発射し、奇襲攻撃してきた場合、同じような結果になる可能性が高い。韓国軍合同参謀本部の強心明ら韓信チョル作戦本部長は、10日、国会国防委員会に対し、ハマスが短時間に、数千発のロケット弾を発射したことで、イスラエルが誇る防空システムアイアンドームが、十分に効果を発揮できなかったと指摘した上で、こう報告した。アイアンドームは、9割以上の迎撃率を誇っていた。ピンスツウェツユンソンニョル大統領は、北朝鮮のロケット砲攻撃からソウル首都圏を防衛するため、類似の韓国版アイアンドームの2026年の配備を目指している。そういえば、韓国版アイアンドームがどうとか述べていたが、結局、防空システムって何百発もミサイルが飛んできたら、対応できないことが露呈されたと。ニュースは以上。このように、韓国は、北朝鮮の動向に目を光らせておく必要があるわ。それが、韓国は、北朝鮮に、いつ、ソウルを火の海にされてもおかしくない。結局、ハマスのようなことされたら、甚大な被害が出てくる。そういう意味では、非常に危ういわね。SK ハイニックスは、まだわからないけど、半導体は、底を打った感じではあるけど、PC 需要も増えるのかしら。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。そうそう。チャンネル登録もよろしくね。それでは次回。バイバイ。